はい、山口敏太郎のアトラスラジオです。今日も始まりました。この録音が流れる頃にはですね、邪馬台国四国説のイベントであります卑弥呼フェスが、完了している頃だと思います。結構テレビ局から、すごい人気番組からの問い合わせがあったりですね、びっくりしてるんですけども、他にもですね、8年間にわたって5回行われた、柳瀬お化け屋敷という岐阜のお化け屋敷のグランドフィナーレも終えているところだと思います。非常に、何でしょうかね、僕自身燃えに燃えた岐阜県の10年間でしたね。最初岐阜北法人会の講演会でお邪魔して、その後口裂け女祭りやって、さらに8年間ということで、足掛け10年に及ぶ町おこしでしたね。やっぱり地方出身者として、やっぱり東京とか大阪ので育ってないので、僕は地方人として地方再生に非常に取り組んでる、意図的に力を入れてるんですけども、地方再生が日本再生に足がかりになるんではないのかなと、非常に思いを新たにしてますね。もしうちの町で町おこしをやってくれ、お化け屋敷をプロデュースしてくれという希望者がありましたら、またぜひアトラスラジオをお聞きの方、連絡をください。それで今日もですね、非常に興味深い方に電話がつながっています。で、今までアトラスニュースでアトラスラジオでもおはがきを紹介した、ゆるさんという方と電話がつながってますので、いろいろ話を聞いていきたいと思います。ゆるさん。どうも、いつも投稿ありがとうございます。あれですか、ゆるさんは子供の頃からこういう不思議な体験が多いんですか？ですね、なんかよくなんか、リボテとかは、21までに幽霊見なかったら一生見ないとか、ギボアイコはそういうふうな言い方してますよね、いつも。はい、実は感じるんだったら21からなんですよ。ずいぶん遅いデビューですね。そうですね、それまではやっぱり運はなかったですけども、怖いこととかやっぱり自分で本読んだりとか、オカルトは好きだったんだと思うんですけど、全然そういう能力なかったんですけども、そのお化けを見るとかそういう経験はなかった。一回見てみたいなと思ってましたけど、全然そうじゃなくて、東京、一番最初は東京のですね、新宿の、有名なホテルなんですけど、そこに泊まった時に怖い目にあって、そこからなんかスイッチ入ったみたいなんですよね。どんな怖い目にあったんですか？その時はもう初めて生まれた初めて金縛りにあって、もう部屋で落とすんですよ、電話の音とか。電話の音とかチーンと落とすんですよ。なんだか受話器、昔の電話って、なります、なります。ああいうのが、もうすぐ横で、なるんですよね。10秒置きとか、怖くても、もう全然目開けられなかったですけど、電話取ったら何も喋らないみたいな感じですか？いやいや、怖くて取れないですね。怖くて取れない。それ、新宿での体験以来、妙な体験が多くなったってことですか？そうですね。で、その次が、それはまあ、怖かったって、別に何も見てないしって感じなんですけど、その次がです。投稿したやつですけども、新山口駅前のホテルっていうやつですね。新山口駅前の、例の、で、あのホテル、今もうないので、多分言ってもいいかなと思うんですけど、いいでしょうね、そこを泊まったときにですね、すごい寂しいホテルだったんですよね、人気がないって感じのホテルで。人気がないホテル、で、5時ぐらいに入ったんですけど、5時か5時だったんですけど、結構明るかったんですよね。多分5時だったと思うんですけど。で、別に人もいないし、フロントの人だけで、部屋に、なんか荷物を下ろすなり、下見たんですよ、窓の下を。窓の下を見た。窓を開けてですね。そこは確かね、今だったら窓開かないんですけど、多分、開く窓だったんですよ。開いちゃうやつですね。今は開かないじゃないですか。そうですね、今そうなってますね。で、なんていうかな、手すりがあって、開けると手すりがあったような気がしますね。で、下見たら、
チェックスとか置いてあるんですよ、すごく大きいチェックスとかがもうあの空き地に置いてあって、っていう感じだったんですけど、それからまあ夜19時ぐらいに食事行って帰ってきたんですけど、10時ぐらい帰ってきたんですかね、そしたらなんか夜中に、あの金縛りで目が覚めるんですけど、金縛りで、はい、で聞いたらなんか音がするんですよね、水がピチャン、ピチャンって音がするんですよ、で結構大きい音なんで、響くながら、だけどまあお風呂はまあユニットバスだからそんな音するわけないじゃないですか、まあピチャピチャとはしないでしょうね、それで、まあすごく怖かったんですけども、なんか頭の中にもあの20代の髪の長い女の人がいるっていう気がすごいするんですよね。頭の中に20代の女の姿が浮かんだわけですか。浮かびましたね、もうすぐそこにいるって感じですよね。ああ、もう気配ってあるじゃないですか、あの気配ですよ、じゃあもうそこでもうかなりやばいっていう感じになりますよね。そうですね、でも怖くて怖くてたまんなくて、なんかもう勇気振り越してもう、うわーって声を上げたんですよ。ああ、声が、まあ、出ちゃいますよね、そうなっちゃうと。はい、だからもう声枯れるほど出したんですけども、そしたら、悲しみが解けたんですよね。でも怖いから電気つけっぱなしにして、でそれ以降はもう、出張に行ってももう電気を消さないっていう。ああ、いまだにですか。いまだにですね、はい、どこか絶対つけてますね。で結局その女っていう出てきた女幽霊っていうのは自殺した例だったんですか。いやそれはですね、まあ分かんないです、その時まあ自分の思いをしちゃったと思うじゃないですか、まあ錯覚かなって思っちゃうかもしれないですね。はい、で朝7時に起きて、変わろうと思ってそのユニットバス開けたらですね、あの洗面台の蛇口が全開で開いてるんですよね、で水がジャーッとすごい勢い出てるんですよね、でそんなの自分やるわけないじゃないですか。で閉めて、まあその時は別に怖いとは思わなかったんですけど閉めて、見たらもう洗面台のところに、まあ、60センチぐらいの髪の毛が1本だけ引っかかってましたね。あそれでまあその思ったことっていうか感じたことがなんでその、まあ、幽霊かもしれないですけども、それが物理現象で現れるのが不思議で、いや今だったらそれこそ鑑定出してみたいぐらいの話なんですけど、それをまあそういうの持って帰らなかったんですけどね、そういうのがその2回目のその体験で、もう確実になったというか、自分が結構敏感になってるんだなっていうのがあって、それからまあいろんなとこでいろんなものを見たりとかしますね。それでなんかあの先ほど打ち合わせの段階で18の時になんか不思議な能力者のおじいさんに会った話をされておったんですが、あ、はいはい、ですね、それは何県にいらっしゃったおじいさんですか。その人は広島県にいたおじいさんですね。広島県にいた、はい、その当時何歳ぐらいですかね。その当時わからないんですけど多分60とか言ってたと思うんですよね。60代ぐらい、まあ昭和の終わり頃ですか。そうですね、終わり頃、はい、60代のおじいさんに会った、はい、でそのおじいさん占い師か何かをやってたんですか。そうですね、お仕事はそれでしたね。ああ、それでその占い師のところにお母さんが行かれていたとおっしゃってましたけど。はい、そうですね、まあ、時々ですけど、まあ、時の節目というか、まあ、受験があるとかそういう時とかですね、進学のこととか。ああ、相談に行ってたわけですね。はい、であのなんか18歳の時にそのおじいさんに何か不思議なことを言われたんですか。まあ、あの進学先が決まったので、あのお礼に行ったんですよね。あ、お礼に、はい、はい、ありがとうございました、まあ、言った通り、まあ、言われたと通り全部受かってましたみたいな感じで行ったんですよ、で、まあ、こっちももうまだ18歳なんですけども、結婚でできますかねみたいな聞くじゃないですか、やっぱり。あ、なんとなく聞いてみたと。はい、はい、そしたらあなたはうん、この町のこの区の人で、お仕事はこういう仕事をされてる方と結婚しますよって言われたんですよね。かなり具体的に。具体的ですね。教えてくれましたよね。ええ。で、それは的中したんですか。的中しましたね。完全に当たってましたね。なんでそこまでそのおじいさんわかるんですかね。いや、なんかですね、まあ、訓練されてる方みたいだったんですけど、訓練、占い、おじいさん、
占い師とか霊能者とはちょっと違うんですか？あのですね、あのなんか数字でやっぱりあと占うのがあるじゃないですか。数字、数比術、数字で、数字、生年月日とかですね。ありますね。よくわからないんですけど、そういうのでやってたんですけども、多分誰と結婚するとか、どこに住むとかっていうのは多分なんか降りてくるんだと思うんですよね。ああ、数比術は使ってるけど霊視も多少入っていたんではないかと。そうですね。そのおじいさんは何か特別な修行をしたんですか、若い頃。なんかね、聞いたことあるんですけど、子供の時になんかね、6歳か7歳ぐらいですかね、でどこに住んでたかっていうのは言われてなかったんですけど、池にいたら、面白いおじさんがいたって言うんですよ。面白いおじさん、はい。でなんかね、気を送ると魚がいきなり飛び上がってきて、それ掴むっていうことができるおじさんで。じゃあもう取り放題じゃないですか、魚。そうですよね、だから子供だから面白いと思ったらしいんですよね。で、おじさんすごいことできるねって聞いたら、訓練すればできるみたいなこと言われて、で、お前はお足についてくるかとか言われたらしいんですよね。突然ですね、言われたんですね。それでついていくとかなんか言って、そのおじいさんが小さい頃っていうのはどういう家庭だったか知らないんですけど、なんかついて回ったらしいんですよ。だって そうですね、まあ戦争前の話でしょうから。そうですね、はい、でも今だと未成年者略取で逮捕されちゃいますけどね。そうですね。当時は気にしなかったんですかね、親もね。そうですね。で、ついて回った。まあ、はい。で、日本全国回ったって言ってましたね。あ、そうなんですか。それで、その面白いおじさんと一緒に回ってるうちに、いろんな技を教えてもらったってことなんですかね。そうですね。やっぱり山で修行したりとかっていう。山で修行。はい。なんかやっぱり山伏とか仙人みたいな修行ですかね。そうですね。そのおじいさん曰く仙人みたいな人だったって言ってましたから。あ、そうなんです。仙人みたいな人。はい。で、弟子は兄弟子とかいっぱいいるんですか？いや、最初は自分だけだったんだけど、で、自分ごとになるまでに、最高で30人ぐらい弟子がいたって言ってました。随分でかい一門ですよね、そうなったら。そうですね。どんな修行ですか？座禅とかですか？そこはね、聞いてないんですけど、なんかね、山の、なんかすごい深い山の中に入って、瞑想するらしいんですけど、で、今葉っぱが、まあ、落ちるじゃないですか。その葉っぱは何だって、なんか師匠から聞かれて。今落ちた葉っぱはどの葉っぱだとか言われるわけですか？はいはい。ああ、この葉っぱとこの葉っぱとこの葉っぱですとかって答えないといけない。そういうなんか、僕はなんか修行してたって言ってましたね。そういう修行があったって言ってましたね。じゃあそれで大人になる頃までその師匠と一緒に行って、なんか不思議な能力を身につけた。そうみたいですね。で、成人した後はそのおじいさんはどうなったんですか？そこは知らないんですよ。ただ最高で30人ぐらい弟子がいらして、その土地もその僕がその知ってるおじいさんはもう結構年下なんで、多分残ってるのは僕は自分と、もうあんまり残ってないと思うけども、多分奈良の方でやっぱり数字使って占いの人がいるんだけど、多分それは弟子だろうって言ってました。あ、同じ一門だってことを言ってたの、弟ですか、なんかですかね、はい、そうですね。細かいことは聞いてないんですけども、そうやって言ってましたね。そのおじいさんは戦時中は何やってたんですか？戦時中はなんかね、スパイやってたって言ってましたね。スパイ、情報活動ですね。軍事探偵ってやつですか？そうですね。大陸に渡って大陸でいろいろ工作するやつですよね。そうですね。じゃあ不思議な能力を使ってスパイ活動に従事していたと。いや、それ使ってたかどうかわかんないですけど、多分若か、まあどういう絡みでなったのかわかんないですけども、情報活動だったって言ってましたね。ああ、そういうことをやってる おじいさんがいたわけですね。そうですね。なんか貨車の下にし、忍び込んでそのままたりとか。結構やんちゃなことをやってますね。本当ですかって聞いたんだけど、本当にもう何寒いのに、もう何キロ
列車の下に隠れてみたいなこと言ってました、ね、それで移動しちゃうわけですか。そうですね、はあ、なるほど。よく帰ってこれましたよね、無事に。いや、あの捕虜になったらしいんですよ。どちらですか、中国軍ですか、ロシア軍ですか。いや、ロシアって言ってたんですよね、その時。ロシアですか、うん、ええ、それで、ええ、なんか捕虜になって、ええ、なんかね、トイレかなんかに入ってたら突然なんかその、ええ、兵隊が来て、ええ、なんか捕まったのかもしれないですけど、なんか多分捕虜になる前かもしれないけど、どっかのトイレに入ってたら、ええ、兵隊が来て突然銃突きつけられたって言ってましたね、ええ、ああ危ないですね。その時になんかね、ロシア語とかほとんど答えられなかったんだけど、なんかロシア語で答えたらしいんですよ、ロシア語でもう答えたって言ってました。そしたらなんか助かったかなんかで、でそれから捕虜になったのかな、確か。ああ、捕虜になった。で、まあ捕虜だからそういう扱いを受けるんだけど、そういうなんか読む能力というか見る能力っていうか、そういうのがあるから、この人は次はどうなるとかって分かるらしいんですよ。あ、兵隊、ロシア兵の運命が分かるわけですか。例えばです、話をしたロシア兵の家族構成とか家とか全部分かるんですよ。分かっちゃうわけですか。はい、家はこんな形ですよねみたいな。ああ、で、まあこういう間取りになっててみたいな、っていうのが分かるらしいんですよね。それもロシア語で全部喋ってるんですか。うん、わかんないんですけど、そこはね、聞いてないんですけども、まあ、コミュニケーションを取ってたみたいなんですけど、最後はそこの管理してるその収容所の所長の人がもう相談に来てたって言ってましたよね。ああ、もうその時からいろんな人の相談に乗ってたわけですね。そうですね。だから、まあ、所長としては早く国に帰りたいわけですよね、家族いるし。そうですよね。だから、いつになったら帰れるかとか、あと、あなたはあと6ヶ月とか。その部下の人はあと1年かかりますよとか、みたいな、割と本当になるらしいから、すごくなんか、食事も満足にな食事を出してもらったりとかしてたとかって言ってましたね。それで日本に帰ってきて、そういう相談事を広島でやってた。もともとは違う場所でやってたのかもしれないですけどね。じゃあ、はい、じゃあ、ゆるさんが18歳の時に出会った時は広島にいたってことなんですかね。そうですね。そのおじいさんとはしばらく付き合ってたんですか。そうですね、最後亡くなるのが、ええ、だからね、何年後かな、10年後ぐらいだったと思うんですよね、多分。ああ、10年後、じゃあ28ぐらいの時におじいちゃん亡くなったと。そうですね、うん、じゃあ定期的に相談に行ったりしてたわけですね。まあ、あんまり行ってなかったんですけどね、めったには行かなかったんですけども、ええ、まあ、1年に1回ぐらい行ってる方だとかもしれないですね。ああ、なるほどね。それでゆるさんもじゃあ21で霊を見るようになって、はい、で、まあそのね、新山口駅の前で、まあ、女の霊を、ね、ビジネスホテルで女の霊を体験してから、もうしょっちゅう見るようになっちゃったわけですか。見るっていうか最初は感じるだけだったんですよね。気配を、気配とかもうビジュアルを見たのはもうちょい後ですか。そうですね、ええ、実体を見るようになったのはここ10年以内ぐらいですかね。あ、じゃあ割と最近っちゃ最近なんですね。半透明とか影とかっていうのは見たりしましたけど、今僕と同じ50代ということなんで、じゃあビジュアルを見たのは40代の話ですね。そうですね。ああ、最初に見たビジュアルって覚えてますか。最初に見たのはですね、どれが一番最初かちょっと覚えてないんですけど、どの話でしたっけね。もうちょっと前後関係がもうちょっと舞い上がってて思い出せないんですけど、なんか思いつくままでも構わない。でも一番最近なのは、首が回る女の子っていうやつなんですけど、まあ、横断歩道があるんですけど、はい、止まってたら、中学生の女の子が渡ろうとするんですよね。で車買ったばっかりで、で、まあ、特に注意してたから、まあ、行こうと思って行ってたんですけど、止まったんですよ。行かしてあげようと思って。行かしてあげようと思って。で、そしたら、こう、会釈して渡り始めるんですけど、服装も、もう本当に中学生の服装で、なんか今風のなんかカーキのリュックで持ってるとかして、かわいい感じの。ただね、顔が見たことない顔なんですよね。
顔が見たことないか、うん、目がすごい離れてるんですよ。目が離れてる、うん、で目が離れてて、なんて言うんですかな、なんていうかアニメっぽい顔っていうか。へえ、じゃあちょっと人間離れしてる感じがする。人間離れしてますね。で、すごい色白で、で、まあ可愛いんですよね、見たらね。あ、目が離れてるけど可愛らしい感じはするんですか。そう、そうですね。ええ、まあちょっとラムちゃんみたいな感じですよね。おお。うるせえやつのラムちゃんみたいな感じの感じですよね。おお、でも色は白いと。すごい白いですね。で、でまあ渡り始めたら、ずっと渡りながらこっちの車の方を見てるんですよね。横に向けてね。でニコニコしてるんですよ。でなんか俺のこと知ってんのかなみたいな。全然面識ないけど知ってんのかな。なんでこんなにニコニコするんだろうと思って、ずっとニコニコ。で目合わせたんですよ、ずっと。で渡り切ったらまあすぐ数秒のことですよね。渡り切ったらまた会釈するんですよね、こっち見て。で向こうもいたんですよね。はい、で そして車走り出したらまた視線感じるくらいふっと見たら、体向こう向いてるので顔だけこっち見て笑ってるんですよね。首が180度後ろ向いたってことですか。そうですね。それはどういう仕組みになってるんですかね。いやだからそうなんですよ。だから物理的にそこにいるのか、僕だけが脳内に見てるのか分かるよ。そうですよね。なんか地球上の生物じゃないような気がしますもんね、そうなっちゃうと。で周りに全然人いなかったんで、で、まあ、普通にこれ10秒とか何もいないのに車と思ってたら、なんか気づく人もいると思うんですけど、人が周りにいなかったんで、すごい暑い日だったんですけども、とかですね、その通りはね、よく見るんですよね。あ、そうなんですか。それ、割とやばいスポットなんですか。わかんないですけど、白衣着てる人を夜中歩いてたりとかね。白衣着てる人が、それも、はい、生きてる人じゃない状態ですか。ですよね。8月6日の深夜だったんですけど。ああ、そうか。深夜の1時半ぐらいで、道路の真ん中を白衣着てる人が歩いてるんですよね。それは戦時中の白衣みたいな感じですか。あ、そうですね。真っ白い白衣で、人で、粉をね、かぶってるんですよ。灰色の粉を。いっぱい頭とか。じゃあ原爆の被害者ってことですかね。かもしれないですよね。粉をとにかくすごいいっぱいかぶってて、肩とかです。粉をかぶった白衣の人が歩いていく。はい。それは女の人ですか。男の人ですね。男の人が。はい。衛生兵かなんかなんですかね。いや、多分、そういうお医者さんだと思います、普通の。あ、医療関係者。はい。ああ、なるほどね。広島はうちのかみさんのおじいちゃんが原爆で亡くなってる。あ、ひいおじいちゃんが原爆で亡くなってるんですよね。ああ、そうですか。だからうちの家も多少関わりがいがあってですね。だから、なんかやっぱりありますね、広島の8月っていうのはね、なんか。そうですね。で、車で避けたんですけども、見たらもういないんですよね。もう いないんですか。はい。あ、もう一つ投稿してない話なんですけど、またその近所で、国道って急に曲がってるところがあるんですよね。はい。急にカーブ、右左カーブになってるとこあって。何号線ですか、あの辺り。2号線ですね。2号線で、はい。で上に高架が通ってて、はい、その高架の柱とかすごい橋脚っていうかあるわけですよ。はい。だから交差してる道路っていうのは、その柱の見通しの悪いところを通って合流する形なんですよ、2号線。ああ、そうでしょうね、はい。合流するところの縁石ってすごいとんがってるんですけど、まあ、そこは実際事故が多いところなんですけども、夜、まあ、1月でしたっけね、1月ぐらいに走ってたんですよ、去年で、ね。で走ってたら、小学生の男の子が座ってるんですよね。何時頃ですか。8時半とか、なんかおかしい。8時半ですね。そのとんがってるその縁石の一番先っていうのは、このカーブの部分だから、トラックっぽいギリギリで通るんですよね。危ないですよね、普通。危ないですよね。で見て、危ないな、この子と思って見たんですけど、その下向いてたんですけど、ふっと目上げて、こっちと目が合いましたね。下向いてた少年が首を上げたって目があった。はい。はい。どんな感じでした。
向こうがびっくりしたって顔してました。え、僕のこと見えんのみたいな感じですか。あ、そういう感じですね。ああ、なるほどね。で、まあ、冬で半ズボン履いてる男の子いるかもしれないですけど、まあ、あんな危ないところの先に座ってるわけないし、そうですね。で、まあ、あ、この人、この子生きてないなと思いましたけど。ああ、じゃあ、交通事故で死んじゃったかなんかの子供の霊がそこにいたってことですかね。そうですね。でも結構古いですね。40年代後半ぐらい。ああ。じゃあ、ファッションがちょっと古めかしい。そうですね。昔の小学生って感じですね。ああ、昔のね、小学生。はい、ああ、なるほど。半ズボンの、ええ、ってか。なるほど。じゃあ、助手席に、ええ、家内がいたんですけど。ええ。で、すぐ言ったんですよ。ええ、今、小学生いたでしょって、あそこの方のところに行って、ええ。いや、いないって言われましたけど。奥さんには見えなかったんですね。見えなかったですね。ああ、たまたま波長があった遺留さんだけ見えたみたいな感じですかね。そうですね。見えるときも、だから頻繁に見える人ではないので、うん、あの、知ってる人に頻繁に見える人もいるんですけど、いつも。ええ、見えるのが当たり前だと思ってたっていう人も、ああ。2人ぐらい知ってるんですけど。どれぐらいの頻度で見えるんですか。いや、それがね、半年に1回とか、そういう感じです。半年に1回ぐらい。忘れた頃に見ちゃうぞ、みたいな感じですかね。そうですね。うん。一時、あの、車で見ることが結構多くて。あ、車運転中に見ると。運転中に見ることが結構あったんで。で、まあ、自分がそういう話しても誰も信じてくれないじゃないですか。まあ、普通は、それは気のせいだよって言われちゃいますよね。で、証拠がないからと思って、うん、ドライブレコーダーつけたんですよ。ええー、あ、いいことですね。で、うん、全く見ないんですよね、これ。合わないんですよね。あ、そうなんですか。はい、え、証拠を残せるような体制を取ったら急に見なくなったってことですか。ええー、なんですけども、例えば、会社の車で、では見るんですよ。ドライブレコーダーついてない、ないとですね。ああ、そういうものなんですかね。うん、例えば、バンタン道の山陽道の高架の、高架とかあるんですけど、山陽道の。バンタン道の高架の上に仁王立ちしてる男の人が立ってたりとかね、まあ、ありえないですよね。ありえないですね、普通ね。でもそれはそのドライブレコーダーがついてないと、うん、まあ他の車で見るんですよね。幽霊がもう映されることを前提となったら嫌がるってことなんですかね。いや、わからないんですよね。なんでなんでしょうね、それね。話したことないので。あ、会話のキャッチボールってのは今まで一回もないですか。そうですよ。で、知ってる人は、まあ、よく見る人なんですけど、話しかけたら答えるんですかねって聞いたら、話できるよって言ってたから、今度は話してみようと思って。あの話せる魂も幽霊もたまにいますよ。そうですか。で、幕張行った時の話、あのトークしたやつですけど、幕張、海浜幕張に行こうと思ってるんですけど、路線間違えたんですよ。まあ、その時がちょっと話しかけた、初めてみたいな感じなんですけど、今から何年まで出たんですよ。何年ぐらい前ですか。それは、去年ですね。去年、じゃあ最近2018年ということですね。そう、去年だったと思いますね、確か。じゃあそんな時間経ってないですね。で、まあ、中心部から、あれ何かちょっとわかんないですけど、仮の線あるじゃないですか。それに乗る、その路線行くまでに僕乗り換えるはずだったんですよ。京葉線ですかね、ひょっとしたら。あ、ちょっとわかんないですけど。あの、京葉線で、あの、南船橋かどっかに乗り換えるんですか。だったと思いますね。なんか途中で。ね、あ、どっかで間違えたんですよ。ええ、間違えたと。違う路線の座ったんですよね。ええ。で、そして、ええ。四五駅か過ぎたら、ええ。あ、これは違うわと思って。ええ。で、降りたんですよね。はい。ホームに。ええ、で、降りたら、まあ、100人以上、わっと人が降りてきて、ええ、で、まあ、大きい階段のところ、ちょうど中央階段のところ降りて、行ってたんですよ。で、見たらね、変なおじさんがぐるぐる回ってるんですよね。ぐるぐる回ってる。もう、ネズミごと男みたいな感じで。服装はどんな服装ですか。服装はですね、覚えてないんですけども、ええ、まあ、グレーっぽいような、年配の70代の人が着るような色味の感じだったと思いますね。あ、グレーっぽいような、なんかズボンとポロシャツみたいな感じですか。あ、そうですね。はい、まあ、普通のおじいちゃんの格好ですね。
おじいちゃんなんてどこが変なんですよね。あ、ちょっとね、これ CM またぎというか、次の回にまたぎますので、そのままちょっと待っててもらえますか。はい、わかりました。はい、アトラスラジオ、ちょっと時間となりましたので、これで締めさせていただきます。ゆるさんの、不思議なおじいさんと会った話はまだ続きますので、次回も必ず聞いてください。アトラスラジオ、オカルトはエンタメだ。お耳の恋人、アトラスラジオでした。面白かったら高評価をお願いします。コメントを待っております。何か一言コメントください。私も不思議な体験したとかですね。私も、幕張で不思議な体験したとかですね。そういう方も、メール待っております。tokushimae5566@yahoo.co.jp 徳島5566@yahoo.co.jp まで、メールをください。はい、山口敏太郎でした。じゃあ次回のアトラスラジオでお会いしましょう。